パラレニ・フォーセットはアメリカ合衆国の女優、モデルである。フォーセットは1970年代のポップカルチャーの肖像およびセックスシンボルとして有名であり、1980年代のファッションとポップカルチャーに大きな影響を与えた。フォーセットはテキサス州コーバス・クリスティに生まれた。父は石油業者で二人姉妹の次女。 ダイアンという名の姉がいる。イングランド、フランス、インディアンの血を引いている。子供の頃は、父親の奨励のもと、天性の運動能力を発揮した。テニスの腕前は、プロ級であり、かつての夫、リー・メジャースとはよくダブルスのトーナメントに出場していた。テキサス大学在学中に、キャンパス内で最も美しい10人の一人に選ばれ、その写真が、 ハリウッドのエージェントに送られたのがデビューのきっかけとなった。大学時代には美術に傾倒し、中でも彫刻を得意とし、チャールズ・ウムラウフに支持していた。生後28日目に消化器系の病気で大手術を行い、成人しても、その手術痕がかすかに残っていた。そのため、ビキニ姿には神経質すぎるくらい気を配っており、多種多様なポートレートの中にも、 ビキニ姿は一枚しか存在しない。60年代後半から70年代前半にかけて、フォーセットはコマーシャルやテレビ番組にゲスト出演し、1969年にはクロードル・ルーシュ監督、あの愛を再びで映画デビューを果たした。数年間は泣かず飛ばずの状態が続いたが、上らのシャンプーのコマーシャルなどに出演するうちに、徐々に人気が上昇。 1976年4月、ポスター会社が、フォーセットの人気に目をつけ、彼女のポスターを制作した。フォーセットのエージェントは、当初、商品宣伝用のポスター撮影だと思い、何の商品を売るためのポスターなのかと、ポスター会社に尋ねた。それに対し、ポスター会社はこう答えた。ファラフォーセットを売ります。1976年9月、 フォーセットがジルマンロヤ役を演じたテレビドラマチャーリーズ・エンジェルの第一シーズンの放映が始まった。同作品で絶大な人気を博した彼女は急速にキャリアの頂点へと上り詰め同時期に発売された水着姿のポスターは世界中で1200万枚を売り上げた。彼女は乱れた縦髪のようなヘアスタイルと美しい笑顔の憧れの人物として知られるようになった。 そのヘアスタイルは、ファラカットと呼ばれ、米国にとどまらず、世界的な現象となった。以降、数多くの化粧品、美容品メーカー等のモデルとして活躍するが、中でもファベルジェの彼女の写真をラベルに使用した、シャンプーは日本でも販売され、当時の日本の若い女性たちにもインパクトを与えた。チャーリーズ・エンジェルは、ビッグヒットとなったが、 フォーセットはわずか1年間の出演の後、映画出演のために降板。彼女の早すぎる降板は訴訟沙汰となり、フォーセットは和解のため、第3シーズンと第4シーズンにゲストとして出演した。フォーセットの抜けた穴埋めに、第2シーズンからは、ジルマンローの妹という設定で、シェリル・ラッドが出演した。フォーセットは1984年のテレビ映画、 ザバーニングベッドで虐待される妻というシリアスな役を演じ、エミー賞の3部門にノミネートされた。1986年には、レープ被害者を演じた舞台、スズメバチの映画化作品、レープ、殺意のエンジェルで絶賛された。1989年のテレビシリーズ、スモールサクリファイスでは人を食い物にする役柄を演じ、エミー賞に2度目のノミネート。 2004年にはザ・ガーディアンでエミー賞に3度目のノミネートをされている。他にもいくつかの賞にノミネートされており、その中にはゴールデングローブ賞や ACE 賞も含まれている。フォーセットは1970年代、1980年代を通して映画や雑誌でヌードになることを拒み続けた。しかし、1995年に発行された プレイボーイ誌でヌードを披露し、世間を騒がせた。その後は、世界中で4000万部を売り上げ、1990年代に発行された、プレイボーイ誌のベストセールスを記録した。彼女は後に1997年の号でも、ヌードとなり、その後もまた、トップセラーとなった。フォーセットはまた、2000年の映画、ドクター・ t と女たちで、フルヌードを披露している。 2000年にロサンゼルスカントリーミュージアムでキース・エド・マイヤと彫刻のコラボレーション展示を行っている。フォーセットは1973年に600万ドルの男で知られるリー・メジャースと結婚。芸名もファラ・フォーセット・メジャースとした。当時、テキサス出身のフォーセットは南部の言葉の鉛に悩んでおり、一時は女優を諦め、モデルの道を模索している。 オットリー・メイジャースの支援もあって、最終的に鉛を克服し女優としての道を歩むことになった。しかし1979年からライアン・オニールと不倫関係となって別居し、1982年に離婚した。1980年からフォーセットはオニールと同棲し、1985年には二人の間に息子レドモンドが誕生した。 二人は結婚しないまま17年の同性生活を送った後破局したが、フォーセットの死の間際まで友人関係は続いた。フォーセットはオニールと別れた後、1995年の映画ママのフィアンセ、結婚に意義ありの監督、ジェームス・ワーと交際したが、1998年、 彼のプロポーズを拒絶した際、おわからひどい暴行を受け、おわは暴行罪で逮捕された。1997年6月、フォーセットはテレビショーのインタビューで、辻じつまの合わないコメントを発して批判された。彼女の心ここにあらずといった、尻滅裂な挙動は、麻薬の乱用によるものと憶測された。数ヶ月後、フォーセットは、ラジオ番組で、 批判された彼女の挙動は、テレビ司会者とふざけてみただけだと弁明した。2006年の前半、フォーセットは母親を失った痛手を癒している、最中に、さらにいくつかの痛手に見舞われた。その中には、彼女のエージェントのジェイバーンスタイン、および心の死である、テレビプロデューサー、アーロン・スペリングの死も含まれていた。同年8月、彼女は、コメディセントラルの、 ロースト・オブ・ウィリアム・シャナーに参加。彼女は時に、炉列が回らなかったり尻滅裂になったかのようで、ジョークを言うのに苦労しているように見えた。ジェフリー・ロスは、ベティ・ホワイトに、ファラ・フォーセットにジョークを教えてやってくれと頼んだ。2007年2月2日、フォーセットは、彼女の癌を、心配していた元夫のリー・メジャースから電話を受け、23年ぶりに40分間会話を、した。 同日、60歳の誕生日と、外国服を、長年の友人であるライアン・オニールと祝った。3日、未明、パーティーから帰宅したオニールは、息子で俳優のグリフィン・オニールと口論の末、発砲して逮捕された。この時、フォーセットは、銅宅で眠り込んでいた。2008年9月17日、ライアンと、息子、レドモンド・オニールが、麻薬所持容疑で逮捕され、 10月に起訴された。レドモンドは、同年6月に、麻薬所持で有罪となり保護観察期間中だったが、自宅を保安官代理が訪れた際に薬物が発見されていた。2009年4月5日、レドモンド・オニールが刑務所へ受刑者との面会に訪れたところ、またも薬物所持が見つかって逮捕された。2009年6月22日、 末期癌で闘病中のファラ・フォーセットは、長年の友人であるライアン・オニールからの求婚を受け入れたことが明らかになったが、その3日後に、フォーセットが死去したため実現はしなかった。死後、遺言状によりフォーセットの600万ドルに上る遺産は、レドモンド・カズトに送られ、ライアンへの贈与は全くないことが分かった。2006年10月、肛門癌と診断され、 摘出手術を受ける。チャーリーズ・エンジェルの初代エンジェル仲間、ジャクリーン・スミスとケイト・ジャクソンも共に乳がんを克服しており、フォーセットの闘病をサポートした。2007年2月2日、60歳の誕生日に AP 通信はがんを克服したと伝えた。フォーセットは次のコメントを出した。今日は私と私の家族にとってとても幸福な日です。残念ながら、 病気と戦い続けなければならない方々に、私のニュースが何らかのインスピレーションを与えることができたらと願っています。2007年5月、3ヶ月検診において、再発を確認。同年9月ライアン・オニールに伴われ、肝細胞治療のために、フランクフルト大学病院へ定員するが、合衆国で違法な、ヒトイエス細胞を使用することに対する批判を受けることになる。 2009年4月、肝臓へ転移したため、カリフォルニア大学ロサンゼルス校付属病院へ入院するが、同病院スタッフが病状をマスコミにリークする事件が発生。その後カリフォルニア州サンタモニカの病院へ定院する。この頃、ラリーキングライブに出演。同番組に医療関係者数人が意見を寄せるが、治療が可能であると述べる者はいなかった。 2009年5月15日、NBC テレビにて、日記形式の90分ドキュメンタリー、ファラ、S ストーリーを放送。2年半にわたるがん闘病生活を、ライアン・オニールが、ホームビデオカメラで撮影し、自身がナレーションを担当した。ファラ自身は本作を、難病患者へ勇気を送るためのものと位置づけていたが、この頃には誰もが、ファラは、死期が迫っていることを知っていた。 同番組は放送直前、制作に関わったプロデューサーのクレイグネ・ビアスが、フォーセットの承諾のないままオニールが勝手に内容を、編集し直したなどとして、訴訟を起こす一幕もあったが、金曜夜の時間帯において過去1年以上で、最高の視聴率を上げ、推定で8,900万人が視聴した。また、後に、エミー賞にもノミネートされた。 2009年6月25日、永明。同日に、マイケル・ジャクソンが急死したことで、マイケルと比べ、またそれまでの報道からすると、扱いは小さいが、彼女の死は、世界各国のメディアで報道された。6月30日、ロサンゼルスの教会で、近親者による葬儀が行われ、ライアン・オニールや、ケイト・ジャクソンを、はじめ参列者は、数百人に上った。 元夫のリー・メジャースは、次にように潮位を表した。彼女は、地上のエンジェルだった。そして今、永遠のエンジェルとなった。ありがとうございます。